西武、緊急事態。好投の西武、渡辺裕太郎投手をアクシデントが襲った。4点リードの6回、渡辺の投げ終わりの右足に外の打球が当たった。痛みで顔を歪めた渡辺はトレーナーに伴われて一度ベンチに戻って治療を受けると再びマウンドに戻ってきた。拍手の中、投球練習を再開したが、渡辺久信監督代行は続投を断念。交代を告げた。渡辺は6回途中4安打無失点。開幕から16連敗を喫しているロッテ打線を気迫で抑えた。西武の2番手として佐藤俊がマウンドに上がった。ここからのリリーフはかなり緊張するはず。打線は4点くらいで安心してないでもう1点でも2点でも追加点をプレゼントだ。その先辛そうだな。本人のためにも一旦休ませてあげた方がいい優勢をセカンドで使おう。これはかわいそうだがチームが勝つのが一番、なんとか守りきれるといいね。仮にこのまま勝てたとしても、今山村も自打球で傷んでいる。ほんと呪われてるんじゃないか。今日は勝ってくれ西武ファンでも何でもないが、不憫で。ロッテの連勝が、とプロ野球ファンは思っております。その先をベンチに待機させや。滝沢がいるよ。外って噂はにも当てたことあるね。ロッテ戦はほんといいことがないな。一勝のためなら足の一本や二本は仕方ない。やっと勝てるのか。くるぶしだろうか大事に至らなければよいが。今日も鍋優は素晴らしい投球だった。心配だけど勝てて嬉しい。